山代温泉から、加賀温泉駅へ向かう通称加茂道と言っております。まあ、この道も、まあ、ずっと加賀温泉駅ができる前は、まあ、ほとんど、まあ、農道というか砂利道のあぜ道に近いような、あぜ道と言って言い過ぎですけどね、まあ、砂利道で細い道だったんですけど、ご覧の通り駅とともに整備されました。はい、少し北上して国道8号に近づいてきましたが、こちらですね、殿様塩津というところ、こちらには由来が書いてありますが、前田利常公が山城に湯治に来た時にここで、この湯を、水を使ってお茶を立てたということですね。入ってみましょう。もうちょっと長くなな水ですね。今でも使えるんでしょうかね。こちらにも古い石碑があります。殿様塩津と書いてあります。この椅子に座って、水でも飲むと、ね、特に暑い時などはいいかもしれませんね。行きます。はい、さらに国道8号線に近づいてくると、なんか面白いのがありますね。昭和の匂い、プンプンという感じの、看板ですね。水原博士あり、由美香織ありって感じ。はい、もうすぐ国道8号です。はい、ここは国道8号線と加茂道が交差する、交差点です。ここを渡って、少し木がうっそうとしておりますが、加茂神社へ行ってみようと思います。はい、神社の入り口、まあ松竹の歩道となってますね。ちょっと雲の中かかってました。これは前にもご紹介したことあるんですけど、いわゆる大津事件、ロシア皇太子襲撃事件なんですけど、そこで犯人逮捕に功績があった北外地一太郎さんという方が、まあ、ここの出身ということで、こういう日が立っています。この水の岩の横にあるこの木はすだじで、かなり、古木といいますか、名木のようですね。では少しカメラを置いて参拝してみましょう。アウパという、ちょっと聞こえづらかったですか、アウパというフットサル場です。まあ、岡市場カンハンという、まあ、ここの敷地内に設けられていますけれどもね、だからネットの周りにお城の壁みたいなのがあります。
ハイテク人工芝ですね。足に負担が少ないという。随時受付中、まあ、夜間照明もあるし、結構夜でもやれる、夜やれるっていうのは本当はいいんですよね。水場なんかでもやれたらいいんですが、ね。